こんにちは、ラボックボーカル教室のインストラクタースナナンリです。今日はあいみょんさんの愛を伝えたいだとかという曲を使ってレッスンしていきたいと思います。どうぞ。とりあえず今日はバラの花に願い込めてさ、バカな夢で踊ろう。ああ、愛を伝えたいだとか臭い言葉か考えて待ってても、だんだんソファに沈んできたけど、僕が浅い男になるわけでもないからさ、せらずにいるよ。今日は日が落ちる頃に会えるの。はい、ということで今日は愛を伝えたいだとかの B メロからサビ編をやっていきたいと思います。今日も歌詞を見ながらやっていきましょう。まずちょっと短いですが B メロですね。最初のとりあえずのトが結構低いです。ここはしっかり下がった方がかっこいいですね。ドとりあえず今日は、とりあえず今日は、これが下がりきれてないと、とりあえず今日は深みが出ないので、しっかりと低めに体を鳴らすイメージでやってもらえるとかっこいいと思います。でサビに早速いきます。この曲サビ結構高いところがあるんですけども、高いなと思って必死に前に出しすぎると結構うるさい感じになったりとか、喉が痛くなったり喉声に聞こえたりっていう、あまりおすすめではありません。あいみょんさんの歌い方を聞いてみると、ヘッドボイス、頭の方、後ろの方に響かせる歌い方をしているので、それを参考にしていきたいと思います。まず良くない例の方ですね。前に向けて頑張りすぎちゃうと、結構うるさい感じになります。これを頭の後ろの方に投げ捨てるように歌ってもらうと、バラの花に願いという感じで、ちょっと余裕が生まれたりとか綺麗に伸びるようになってきます。後ろに投げ捨てるつもりでいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。バラの花に願い込めてさ、バカな夢で踊ろう。あ、この辺ですね。ここが特に今下アンダーライン引いてるところが高いので、後ろを意識してあげてください。次進みます。愛を伝えたいだとか臭い言葉か考えて待ってても、この、今ここに書いてる2行ですね、一息で言ってほしいんですけど結構長いです。だらーっと歌ってしまうと息が持たなくなってしまうので、すごくリズムに乗って強弱をつけた方がいいと思います。愛を伝えたいだとか臭い言葉か考えて待ってても、ちょっと書いていきますね。愛を伝えたい、伝えたい、伝えたいのここですね。愛を伝えたいだとか臭い言葉か考えて待ってても、アクセントを強く歌った方が意外と息が持ったりします。次いきます。だんだんソファーに沈んでいくだけ、ここはめ方ちょっと難しいですね。沈んでいくだけ、沈んでいくだけ、ちょっと英語っぽい、こうキュッと一音にいくつかの音が集まっている歌い方になります。だんだんソファーに沈んでいくだけ、沈んでいくだけで、僕がここちょっと面白いところで息するんですけど、だんだんソファーに沈んでいくだけ、ぼっくっていう感じにしてもらって、ぼを言った後にすぐ息を吸います。ぼくがで、がーあ、ここの歌い方もちょっと特徴的で、ぼくがーあ、このがに出てくるあと、それを もう一度伸ばして、ぼくがーあっていう感じで歌ってください。だんだんソファに沈んでいくだけ、ぼくがっていう形ですね。あとも残りもう少しです。明日いい男になるわけでもないからさ、せらずにいるよ。ここまた高いところです。頭後ろに投げる、後ろの方に音を投げるつもりでいきましょう。明日いい男になるわけでもないからさ、せらずにいるよ。タイミングとしては焦らずのせでいくといいですね。焦らずにいるよ、今日は日が落ちる頃に会えるの。ここもアクセントしっかり、今日は日が落ちる頃に会えるのという感じです。リズムが細かい曲なので、アクセントを思ってる以上に強弱をしっかりつけたりとか、
息継ぎの場所をしっかり決めて歌ってみてもらうと歌いやすいかなと思います。ぜひチャレンジしてみてください。最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。